皆さんこんにちは、こんばんは。今回はドラゴンボールの食玩たくさん開けちゃおうのコーナーです。イエーイ、いきなりやっちゃいます。今回はいろいろ買ってきたんですけど、まずこちらです。ダダン、挑戦者フィギュア。これまだ開けてなかったのでこれを開けます。これはね、コンビニにね、この4つしか残ってなかったんで、残り物に服があるのかどうか開けたいと思います。あとこちらも同じくコンビニで買ってきました。こちらも残り2個だったので、2個何が入ってるかな。あとはこの2つ、ドラゴンボールマンチョコを10個、板ジャが5個、持ってないのが出るといいな。ということで早速開封、ドゥ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 、レッツグー。じゃあまず挑戦者フィギュア開けていきたいと思います。もしかすると中にゴールドのゴジータが入ってるかもしれないよっていうのをやってます。ラインナップはこんな感じです。一番欲しいのは、強いて言うと悟空とご飯の親子がいいかなって思うんだけど、どれでもいいかな。どれもかっこいいしね。何が入ってるかな。重さがやっぱ違うんだよな。どれから開けよう。ちょっとこの端っこから開けていきましょうかね。何が出るかな。よし。じゃあ一気に見てみたいと思います。せーの、ドン。マジ黄色のゴジータが出た。嘘。おお、これが噂の黄色のゴジータ。やばい、これ出ちゃった。わあ、コンビニ残り物に服あり。あとこれですね。ガムだ。じゃあ次も開けまーす。何かな、次は何かな。うわあ、なんかこれさっきより軽い気がする。あ、ガムが邪魔だ。はい、次はせーの、ドン。ん、なんだ。一番狙ってた。今回すごい、めっちゃついてる、かわいい。では3つ目いきます。3つ目、何かな。ガム。はい、3つ目いきます。せーの、ドン。お、ブルーのゴジータ。イエーイ、かっこいい、いいじゃん。それではラスト。ラストは何が入ってるかな。これなんかパンパンな感じする。なんだろう、ピッコロさんかな。ピッコロさん軽いそうな感じする。あ、ガームでしょ。はい、じゃあいきます。最後の一人誰かな。せーの、じゃん。お、ゴジータが出た。じゃじゃーん。こっちが、さっきの、こっちが通常のゴジータ、こっちがキンゴジですね。おお、なんか揃った。めっちゃいい引き。では次はラバマス開けたいと思います。前回開けた時はこの欲しかった、一番欲しかった悟空、あとゴジータとか亀仙人とか、このみんなで写ってる超可愛いやつとか、あと一つはここに5点。ついてるんですけど、これが出ました。とりあえず持ってないのが出てくれるといいなと思っております。それではまず1つ目、せーの、じゃん。お、持ってない、やった。ゴジータとプロリー、やった、初ゲッチュ。では次2つ目、せーの、じゃん。お、龍拳悟空。お、めっちゃかっこいい龍拳の悟空よ。あ、これめっちゃいいね。おー、かっこいい。ラバマスハット組からはこの持ってない2つゲットすることができました。イエーイ。続いてはこの板ジャガ5個開封していきます。これも持ってないやつを狙って
開封したいと思います。まず一つ目はじゃん、あ、ピッコロさんか。ピッコロさんは3枚目かな。次2つ目、皆さんはもうこれ揃いましたか。あと7枚出るかな。次持ってないのをお願いします。じゃん、あ、ピッコロさん、これ潜在解放のやつかな。持ってないピッコロさん、1枚ゲット、やった。裏はこんな感じ。この映画のカードはみんなかっこいい感じになってるよね。ピッコロさんが2枚揃ったね。次3つ目いきます。この調子で持ってないのお願いします。せーの、ダン、あ、バーダくん持ってない、やったー。この後ろがめちゃくちゃ良すぎる。ブロリーの映画のシーンだ。めっちゃいいね。いいか、絶対生き延びるんだぞ。いいね、これめっちゃいいじゃん。なんだかすごくいい調子ですね。4つ目、あと多分持ってないのは5個かな。5枚。さあ次も出てくれるかな。せーの、じゃん、あ、これも持ってないじゃん。なんだ今日怖い。何か嫌なことが起きる予兆ではないか。うわ、やばいな、これすごい調子が良すぎる。怖い。持ってないの来ました、やったー。戦う時が来たのだ、孫悟空と出会う前に。おー、16号、いいねー。これもめっちゃイケメンな16号出ました。持ってないの3枚目ゲット。それではラスト開けたいと思います。最後何が出るかな。うわー、ここまでいい調子だが最後はどうでしょうか。ではラストいきます。せーの、じゃじゃん、あ、ラストはベジータ持ってるなぁ。そう簡単にはいかないか。でもこのベジータもすごいかっこいいよね。ほら、すっごい光ってますよ。では最後にドラゴンボールマンチョコ開けます。偶然なことにさっきのカードと持ってない枚数が7枚っていう一緒だった。まず1つ目、せーの、じゃん、お、え、今日怖いって、怖いよ。あ、待って、え、出たのはいいけどめちゃくちゃ剥がれて上ハース挟まってるんですけど、これ切りない、もしかして。やばいな、チーンって感じ。アルティメットご飯ロココの次はスーパーご飯ロココまで。2つ目、え、これやばいね、剥がれすぎちゃう。はい、2つ目はじゃん、あ、え、マゼンタ君何人目だ。3枚目4枚目、そのぐらい出てます。あ、ちょっと剥がれてるか。マゼンタもね、ちょっと若干この端っこが剥がれてた。でも全然大丈夫。どんどんいきます。3つ目、これ全部剥がれてたらすごいショックだね。3枚目はドン、あ、待って、カリン様来た。皆さん、カリン様出ましたけど、見てこれ大丈夫そう。おー、よかった、カリン様が無事で、カリン様、ご無事で何よりです。私の元に来てくれてありがとう、カリン様。やっとゲットできたよ。カリン様が無事出てくれたので、あとは何でもいいや。4つ目。4枚目、いくぞ。4枚目、じゃん。ご飯は持ってるな。あ、これ、ちょっと剥がれてるけど。ご飯は多分2枚目。次、5個目。5枚目は、じゃん、あ、ウエハースめっちゃついてるご飯。うわー、これも、ちょっとだけ、下の部分が剥がれてました。次、6個目。やっぱめっちゃ被りますな。じゃあ、6枚目、いきます。せーの、ドン。あ、
ゴテンクスも持ってるんだな。あ、これもちょっとだけ剥がれてる。もうカノン様が出たっていう嬉しさで、他のはちょっともうどうでもよくなってるっていうか、どうでもよくないんだけど、でも剥がれててもまあ被ってるしはいいかって感じになっちゃってる自分がいる。やべえやっべえぞ。次何個目だ。7個目いきます。7枚目はダン。あ、トランクスも持ってるな。次8枚目カリン様以外持ってないの来ないかもしれない。次8枚目はじゃん。あ、ピッコロさんも持ってますね。うわーやばいね、全然出ない。もう2つしかないな。次9個目。さて9枚目じゃん。あ、ブロリーも残念ながら持ってるんだな。それではラストいきます。最後は誰かな。最後持ってないのもう1枚欲しいな。いきます。でん。あ、ブルマも持ってる。これ3枚目ぐらいかな。今回いろいろ開封してみた結果、この挑戦しマスコット、この一番欲しかった親子出てくれたのめっちゃ嬉しかったです。あとラバマスも持ってない2つが出てくれたし、あとイタジャガのカードもこのピッコロさんも持ってない、バーダックも持ってない、16号も持ってなかったのでよかった。あと2つは被っちゃったけど、5個買って3個持ってなかったっていうのはすごいいい引きでしょう。で、残念ながら、このビックリマンチョコ10個買って9枚被りっていう、多分ガバッと取ってるのがいけないのかもしれない。多分配列とかがあって、毎回同じような配列のところを取っちゃってるのかなと思ったりなんだったり。あと残念だったのが、この9枚の被りすべて少し剥がれてて、その間にウェアハースが挟まっているという、残念な残念な状態だったのでしょんぼり。どうしようかな、これも交換してくれるかな。ですが、なぜかこのカリン様だけ無事だったのですごく嬉しいです。念願のカリン様、輝いて見えます。かわいい、かわいすぎる。いや、この今回カリン様が出てくれたんでよかったんですけど、ビックリマン買うたびにこう毎回シールが剥がれてて、そこにウェハースが挟まってるっていう残念な状態だと、私フルコンプするまで買おうかなと思ってたんですけど、なんかもういいかなって思ってきちゃった。これ交換してくれるとしてもねえ、毎回交換に出すのもめんどくさいし、そのメーカーさんも対応が大変だと思うので、とりあえずまあカリン様が出たし買うのはちょっとこれでやめようかなと思ってます。それでは今回はドラゴンボールの食玩たくさん開封してみた動画でした。またねー、カリン様バイバイ。